ような感じでした。今村です。ハンドラーとしても非常にいいプレーを見せていますが、小野寺のスリーから入ってきました。アシスト今村です。今村は今日アシストから入ってきました。カークからダーラム、監督の得点になります。いい入りを見せている琉球です。ダーラムから外、今村には小野が寄せていましたが、カークがうまくボールを受け取ってからバスケットカウントです。今もいいタイミングで中使いましたか。そうですね、やはりね、昨日の桶谷ヘッドコーチも、はい、試合後に言ってたんですけど、やはりね、この中のリバウンドバシッと取りましたね。片手でバシッと取っていきました、はい、そして岸本がミドルレーン得点、抜けていきまして10回目の名を取った琉球。ガドソン、今のラインナップでしてもポイントガード登録の選手はいません。スティールで今村、今村が抜けて昨日決められなかった得点を早速決めていきました。スティールからの得点、シュートありパスあり、はい、乗ってくると止められなくなりますよね。エドゥバスケットカウントになりました。岸本パスフェイクも入れて田代からカーク、田代のアシストです。このトップに返した時もう一度中見てますよね。そうですね、あそこからボールが入っている印象です。ガドソン、うまかったですね、うん、そういったところが求められそうですね、はい、これも良かったですよね。そうですね、はい、ロバー・ガドソン、おー奪いました。ダーラムが奪って、おー方向変換、拾い直してダーラム、インサイドを強調している印象もありますが、今日の琉球裏を通してきました。ダーラムからクーリーです。この入りを徹底してますね、サイズ的にはミスマッチもありますけれども、やっていいと思います。マーフィージュニアからエドゥ、ブロックカーク、はい、ペナモマーフィージュニアは日本国籍。バウンスパス、カール玉代から崩してきました。いいですね、ジョデラから松脇、カークさばくようにして、カール玉代から牧のスリー、リバウンド、カーク決めきりました。外で小野寺、3本目はならず、ただ拾ってからダーラムダック、小野寺も冷静につなぎました。3本4本ってくるんですよね、はい、そこを期待したいというところですね。そういった流れを作れるか、ポケットパスからダーラム落ちていてカーク、先ほどからセカンドチャンスポイント、相当 今自信があるんでしょうね。ですね、岸本、おー後ろに通してきてカーク、バスケットカウントです。ノールックもノールックでした。いや岸本選手見せましたね、ちょっと今僕の頭の辞書の中にはない言葉で表現せざるを得なかったですが、いやーこの米山ディフェンス、おー奪っています、宇都が奪ってやりきりました。ショットクロックは残り少なくなっています。おー奪っています、奪ってパスからマフィジュニアダンク、ただここは琉球のポゼッションです。岸本運んで迷わず今村、短いがアレン・ダーラムセカンドチャンスポイント。ポストアップでいきます、宇都ボードを使って決めていきました。いいですね宇都選手、ミスマッチが起きていますが、ショットクロック4秒から中に入っていく、よく通したがギリギリ取りましたね。ですね、ギリギリでした、はい、よく見てましたね今の選手、まあ、なんとかファールの数はコントロールしたい。マフィジュニアから米山、はい、流れるような攻撃、いいですね、ようやくねこの裏のプレーがね、こういうプレー見たいですよね。そうですね、囲まれるキックアウトのところを狙いました、はいね、見せ場です。 AJ エドゥオーサンド、これで琉球がタイムアウトを取ります。まだボールは残っている、ショットクロック少なかった、
セカンドチャンスになります。米山アタックダンクいった。すごいですね。どよめきが起きましたね。上松のところ狙われました。ちょっとボールがずれて小野龍も左手のレイアップになりました。から荒川、そして上松パスに変えた。ショルが読んでいました。さあマーフィーです。おパスを通してきました米山。そしてここで時計が流れるのを待ちます。琉球ゴールデンキングス、今季初のホームゲーム土日連戦でしたが2連勝ということになりました。